危ない危ない。ダメよ、四八。余計なこと喋っちゃ。あらら。なんで鋼のおちびさんがここにいるのさ。さて、どうしたもんかね、この状況。兄者！兄者！ちくしょう！俺はまだ戦える！体をくれ！新しい体を！体を！グダグダとやかましいんだよ、このボケが！おめえら、貴重な人柱を殺しちまうところだったんだぞ！おまけにこっちのことバラすところだったしよ。なんとか言え、こら！あ？エンビ、もう死んでる。あ？あら、根性ないな。ほんと、弱っちくて嫌になっちゃうね。はじめまして、鋼のおちびさん。ここにたどり着くとはさすがだね。でもまずいもの見られちゃったからな。やっぱりあんたも殺しとこうか。こんな。ちびちびとうるせんだよ！はあ？あんたバカなの？くそ！まったく。くそ！可愛い人ね。もう終わり？手加減はせんぞ。はあ？あんたバカなの？面白い。手加減はせんぞ。
ね。ほんと弱っちいな。違いを見せて。可愛い人ね。もう何やってんのよ。死ぬまで殺すだけだ。もう終わり？ほらほら！さて！遅い！やだな、喧嘩は嫌いなんだよね。怪我したら痛いしさ。てめえが打った喧嘩だろうが、勝ってやるからありがたく。なあ！オートメールの故障みたいね。ラッキー。ってのは冗談。腕が壊れてよかったね。余計な怪我しなくて済んだからさ。いいこと、坊や。あなたは生かされてるってことを忘れるんじゃないわよ。さて、もうここで石を作る必要もないし、爆破して証拠隠滅してしまいましょうか。でも本当にこの子生かしといて大丈夫かな。ここを嗅ぎつけられたのは計算外だったけど、石の製造法を知っただけじゃ何もできないわよ。計画はもう最終段階に入っているのだから。なあ、アル。俺さ、ずっとお前に言おうと思ってたけど、怖くて言えなかったことがあるんだ。なんだ、兄さんは何を言おうとしてた？怖くて言えなかったこと。お前のその人格も記憶も人工的に作り上げたものなんだ。認めちまえよ。楽になるぜ。どうしたどうした、急に動きが悪くなったぜ。
人工的に作られた魂つっても完璧じゃねえと見える。これくらいの揺さぶりで動揺するんだもんな。うるさい。僕は、好きだらけだぜ、デカブツ。動かないで。次は頭を狙います。ロス少尉。なんだおめえら。その人の護衛を任されているものです。さあ、護衛不全がいいところで邪魔しやがってよ。動くな。それって手加減はせんぞ。
可愛い人ね。安心して泣き叫べ。面白い。本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。手加減はせんぞ。見つけた。そう来なくっちゃな。やるじゃねえか。何の音だ。なんだ。爆発。軍曹、退避よ。おめえらも早く逃げねえと待ち込まれるぜ。あ、待て。何してるの。逃げるのよ。兄さんが。ちょ、どこへ行くの。兄さんがまだ中にいるんだ。話してよ。バカなこと言わないで、巻き込まれるわ。チャース、お荷物をお届けに上がりました。兄さん。命に別状はないけど、出血がひどいから早く病院に入れてやってね。本当にもう、あんまり無茶しないように、あんたたちしっかり見張っててよね。貴重な人材なんだからさ。もっしょい、何してるんですか。早く。グッソ、手を貸して。どうしたんです、この怪我は。話は後よ。奴ら派手にやりやがったな。ここを放棄したってことは、俺たちは用なしってことか。四八も生きちゃいねえな。へっ、奴らのところにわざわざ処分されに戻ることもねえやな。しばらくシャバの空気を楽しませてもらうとするか。地震か？なんだなんだ？すげえ揺れてんぞ。静かにせんか、バカども。地震だ地震。ちげえよ、爆発だよ。出せよアホかんじゃ。地震か？珍しいな。いい音ですね、監守さん。これは爆発物で建物が崩れ落ちる音ですよ。ああ、いい音だ。
体の底に響く実にいい音だ。死後は慎め、キムリー。やあ、失敬。イシュバールの殲滅戦を思い出して、ちょっと嬉しくなりましてね。それにしても本当にいい音だ。だからよ、うちの娘が3歳になるんだよ。ヒューズ中佐、私は今仕事中なのだが。奇遇だな、俺も仕事中だ。いやもう毎日可愛いのなんのってよ。わかったから、いちいち娘自慢の電話をかけてくるな。しかも軍の回線で。娘だけじゃない、妻も自慢だ。錬金術で電話口の相手を焼き殺す方法はないものかな、ヒューズ。おーおー、炎の錬金術師は怖いね。と、錬金術師といえば、スカーの件はどうなった？まだ発見されていないが、かなり大規模な爆発で身元不明の遺体も多数出てるからな。東部近隣での目撃情報もないから、やはり死んだものとする意見が大勢を占めている。じゃあエルリック兄弟のガードは解けるのか？ああ、彼らがセントラルにいるのなら、セントラルの担当に判断を任せよう。その担当だがな、国家錬金術師を統制する上層部の奴らがスカーにやられて人員不足になってる。ほう。マスタング大佐のセントラル将兵も近いって噂だぜ。セントラルか、悪くないな。気をつけろよ、その年で軍上層部に食い込むとなると敵も多くなる。覚悟はしている。お前さんを理解して支えてくれる人間を一人でも多く作っとけよ。だから早く嫁さんもらえ。やかましい！大佐、お電話はお静かに。ヒューズ中佐、また家庭自慢の電話ですか？何？君も羨ましい？うちの娘が3歳になるんだよ。写真見る？見る？見ません！プライベートな会話に軍の回線を使わないでくださいよ。もう聞いてる方が恥ずかしいったら。ああ、ロイの野郎にエドの入院のこと話すの忘れてたな。まあ、いっけ。そんな、こんな大怪我で入院してるなんて聞いてないよ。大したことねえよ、こんなの。すぐ治る怪我だ。オートメールが壊れたせいで怪我したのかな。私がきちんと整備しなかったから。そんなこと気にしてたのか。意外と可愛いところあるじゃん。別にウィンリーのせいじゃねえよ。だいたい壊れたのは俺が無茶な使い方したからで、お前の整備はいつも通り完璧だったしな。ネジの締め忘れに気づいてない？それに腕が壊れたから余計な怪我しなくて済んだってのもあるしよ。気にすんなよ、うんな。そして結果往来？そうね、私のせいじゃないわね。じゃあ早速出張整備料金の話だけど。やっぱ可愛くね。うん、腕も怪我もさっさと治して、早く元気なエドワード・エルリックに戻ってもらわねば。そのためには、栄養と休養をしっかりとることだ。わかってるよ。牛乳残してる。牛乳嫌い。そんなこと。
と言ってるから、あんたいつまで経ってもマメなのよ。せえ、こんな牛から分泌された白濁色の汁なんて飲めるか。わがままだぞ、エドワード・エルリック。ある、その人格も記憶も兄貴の手によって人工的に作られたものだとしたらどうする？認めちまえよ、楽になるぜ。ある、あいつこの頃変だ。変？うん、口数少ないっていうか、考え込んでるっていうか。何か悩んでるのかな。よーエド、病室に女連れ込んで色ぼけてるって？ただのオートメール整備士だって。そうか、整備士を垂らし込んだか。ウィンリー、このおっさんはヒューズ中佐。ウィンリー・ロックベルです。マース・ヒューズだ。よろしくね。仕事抜け出してきていいのかよ。今日は午後から非番だ。非番ついでにお前さんの様子を見に来たってのもあるが、もう一つ、スカーの件も情報が入ってな。もうじき警戒が解除されそうだ。本当に？やっと鬱陶しい護衛から解放されるよ。あ、ひどいなぁ。私たちがいなかったらどうなってたと思ってるのよ。護衛って、あんたどんな危ない目に遭ってるのよ。ど、いや、まあ、なんだ、気にするな。大したことじゃねえよ。そうね。どうせあんたら兄弟は聞いたって言わないもんね。じゃあ、また明日ね。私は今日の宿を探しに行くわ。軍の宿泊施設なら、俺の名前で格安で泊まれるぞ。軍のってなんかお堅そう。そうだ、なんならうちに泊まってけよ。でも初対面の人に迷惑かけるわけには。気にすんなって、うちの家族も喜ぶしよ。よし、そうしよう、それで行こう。え、あの、ちょっと、かわいいお客さん。エリシアちゃん、会いたかったよ。前に話したろ、ほら、エルリック兄弟、あれの幼馴染のウィンリーちゃん。泊まるところ探してたから連れてきた。妻のグレイシアと娘のエリシアだ。お世話になります。はじめまして。ゆっくりしていってね。エリシアちゃん、今いくつ？歌、日中。やーん、かわいい。今日は娘の3歳の誕生日だ。パーティーをやるから、ウィンリーちゃんも一緒にどうだ？いいんですか？私なんかが娘さんの誕生日にお呼ばれして。祝い事はみんなで分け合った方が楽しいだろう。ようこそヒューズ家。あいつの整備士やってるって？ええ、同じリゼンブールの生まれで家が近かったっていうのもあって、
小さい頃からいつも一緒で兄弟みたいなものですよ。あんなだから手間かかるだろう。手間がかかるっていうか心配ばっかり。たまに帰ってきたと思ったら思いっきり腕壊してるし、今日も呼び出されて来てみればエドは大怪我で入院してるし、アルはなんか悩んでるみたいだし。だけど何があったかなんてあいつら絶対言わないんですよ。元の体に戻る旅に出る時もあいつら二人だけで決めちゃって相談もされなかったし、本当の兄弟なら旅に出ることも今日の怪我のこともきちんと話してくれたのかな。相談しなかったんじゃなくて相談する必要がなかったんだろう。ウィンリーちゃんなら言わなくても分かってくれるって思ったんだよ、あいつらは。言葉で示してくれなきゃわからないこともあります。しょうがねえな、男ってのは言葉よりも行動で示す生き物だから。苦しいことはなるべくなら自分以外の人に背負わせたくない、心配もかけたくない、だから言わない。それでもあの兄弟が弱音を吐いたらその時はきっちり受け止めてやる。それでいいんじゃないか。お世話になりました。本当にいいの？ここにいる間ずっと泊まっててもいいのよ。そんなに甘えるわけにはいきませんから、今日は自分で宿を。エリシア、すっかり懐いちゃって。こうしてみると兄弟みたいだね。お姉ちゃん、いってらっしゃい。早く帰ってきてね。こりゃ今日の宿も決まりね。妹ができたみたいで嬉しい。また出やがったな、こんにゃろう。ああ、俺の代わりに飲んでくれよ、ハル。でも、その体じゃ無理か。せっかく兄さんは生身の体があるんだから、飲まなきゃダメだよ。嫌いなものは嫌いなの。だいたい牛乳飲まないくらいで死にゃしねえっつーの。こう見えてもちゃんと伸びてんのによ。みんなして小さい小さい言いやがって。あるはいいよな。体がでかくてさ。僕は好きでこんな体になったんじゃない。好きで。こんな体になったんじゃない。悪かったよ。そうだよな、こうなったのも俺のせいだもんな。だから一日でも早くアルを元に戻してやりたいよ。本当に元の体に戻れるって保証は？絶対に戻してやるから俺を信じろよ。信じろって。この空っぽの体で何を信じろって言うんだ。錬金術において人間は肉体と精神と霊魂の三つからなると言うけど、それを実験で証明した人がいたかい？記憶だって突き詰めればただの情報でしかない。人工的に構築することも可能なはずだ。お前何言って。兄さん前に僕には怖くて言えないことがあるって言ったよね。それはもしかして
僕の魂も記憶も本当は全部でっち上げた偽物だったってことじゃないのかい？ねえ兄さん、アルフォンス・エルリックという人間が本当に存在したって証明はどうやって？そうだよ、ウィンリーもバッチャンもみんなで僕を騙してるってこともありえるじゃないか。どうなんだよ兄さん。ずっとそれを溜め込んでたのか。言いたいことはそれで全部か。そっか。感じることもできないんだ。あいつきっと俺を恨んでる。そんなことない。怖いんだ、怖くて聞けないんだ。だから一日でも早く俺が元に戻してやらなきゃ。オートメール手術の痛みと熱にうなされながらあいつ毎晩泣いてたんだよ。それはそれなのに、あんたは自分の命を捨てる覚悟で偽物の弟を作るバカがどこの世界にいるってのよ。あんたたちたった二人の兄弟じゃないの。兄さん、そういえばしばらく組手やってないから体がなまってきたな。え？また、また兄さん。まだ傷が治ってないのに何言ってんだよ。よっしゃ。覚悟しやがれ、逃がさねえ。行くよ。はい。うわ、ちょ。行くよ。はい。はっ。まさか。そうだ。おお、なんだって。よっしゃ。へえ、よし、いいぞ。あら、やった。へえ。面白いじゃねえか。
格の違いを見せてやる。はい。ふっ。おお。ずるいよ兄さん。うるせえ。勝ちは勝ちだ。勝った。初めてアルに勝ったぞ。小さい頃からいっぱい喧嘩したよな、俺たち。うん。今思えば、くったらねえことで喧嘩したよな。二段ベッドの上か下か、とかね。あの時俺負けたな。おやつのことでいつも喧嘩してたっけ。ああ、勝った覚えがねえや。おもちゃの取り合いとか。僕が勝った。レイン川で遊んでた時もね。俺、川に突き落とされたっけな。先生のところで修行中も喧嘩したよね。やかましいって先生に半殺しにされたからドローだろう、あれは。ウィンリーをお嫁さんにするのはどっちだって喧嘩もした。ふん、そんなの覚えてないぞ。やっぱり僕が勝った。でも二人とも振られた。あ、そう。全部嘘の記憶だっていうのかよ。ごめん。イーストシティでお前言ったよな。どんなことしても元の体に戻りたいって。あの気持ちも作り物だったっていうのか。作り物じゃない。そうだ。絶対に二人で元に戻るって決めたんだ。これ式のことで揺らぐような、ぬるい心でいられっかよ。俺は、喧嘩も心ももっと強くなるぞ。牛乳も、なるべく飲むぞ。うん。もっともっと強くなろう。ヒューズさん、やっぱり、口で言わなきゃ伝わらないこともありますよね。そうだね。面白いじゃねえか。なるほど。それでは。ところで、まさか。ひどいなあ。いやえ、行くわよ。